坂井。手遅れになる前に日吉の湯を巴から救うぞ。なぜ日吉に固執するのでしょう。あれはわしの故郷。滅ぼすことで力を示したいのだ。恥を知らぬな。なれと地の利は我らに。軍勢だろうが退けられましょう。または村を猛虎にくれてやる。巴は勝利に酔いしれ余人を忘れる。その隙を叩く。村を犠牲にするとおっしゃるのですか。その価値はあるであろう。それでは巴と同じです。確かにな。巴は北から来る。そちらに注力しよう。これより高台に行き矢を置き。坂井、聞こえたか。一夜一殺。我らを狙うにしては数が少ない。あるいは時を稼いでおるのか。日吉の湯が襲われている。
しが死んだらお主が巴を殺してくれ。猛虎を倒すことが先決です。あやつの望みは権力と領地だけではない、武士の誉れを傷つけること。巴の処罰は先生の務め、私の使命ではありません。巴はお主も殺し、わしの技を滅ぼす気だ。さようなことは決してさせません。巴はどこを狙う。村の裏手の滝の近く、あそこは手薄だ。猛虎より先につけば備えもできましょうが、果たして難しいであろうな。お主ら、ここへ。いかがなさいました。猛虎が日吉に向かっておる。皆を宿に集めて隠れておれ。敵はわしらが。はい、そのように。ここは見晴らしが良い。挟み撃ちの心配もなさそうだ。急がねば地の利をどう行く。何もないか。ありものを使うまで蜂の巣か。足止めになるな。草むらに猛虎を誘い込むか。火の矢は持っておるか。樽で痛手を与えられるやも。火の矢を持て。わしらまで燃やすでないぞ。ならば下がっていてください。備えろ。猛虎が来るぞ。奴らです。よし、わしの弓術を解くと見るがいい。降りてくるぞ。殺せ。一夜一殺で参る。まずまずの出来だ。造作もない。抜かるなよ。街道から来るぞ。お任せを。
今ので最後は終わったな。ひとまずは。来よったな。あれが巴？あやつめ長尾の旗を捕らえましょう。今からでは間に合わぬわ。腰抜けめ。いや、バカにしておるのだ。巴の前の弟子が長尾広則だと知っておるのだろう。弟子ではないと聞きました。どちらです？かつてのわしは若く傲慢で無情だった。広則はその姿を真似て兵を率いて謀反を起こした。敗れた者の長尾家の精鋭を道連れにしよった。賊と戦った末死んだのではないのですね。それは長尾家を守るための作り話。師としての責を問われ、わしは全ての信頼を失った。情けとして指南役のみ下ろされてな。ああ、休日を失わずに済んだと己を慰めたが、見てみろ、こんなものに何の価値がある。巴にも聞かせたのですか？わしが再び弓を教える意味を知ってほしかった。結局あやつにも裏切られたがな。広則の罪も償えず、巴の心も変えられず。しかし日吉の民を救ったのは確かです。新たな弟子と共にな。金田の木に来てくだされ。ああ、無論だ。だが巴の後も追う。必ず捕らえねば。承知しました。
れてきた猛虎だ。試合場に違いない。古賀は何をしておった。古賀め、なぜ殺した。いつからあるのだろうな。足跡だ。新しい。古賀康平、槍川の狼藉者め。昔のままだな。槍川が焼かれた様をお前は知らぬであろう。この15年もの間、わしは志村を切り殺すためだけに生きてきた。叔父上に会うことは叶わぬぞ。あのジジイから死に際に死殿一線を授かったぞ。その身で受けよう。それは違う。この場で見極めた。技のみでは俺には勝てぬ。かような才もがあろうか。対馬を守るためにのみ試練一戦を使うとお主に誓おう。
凶らなり倒れし武者に草を売る底にありては登るほかなし。Ah!
腹どじわいの。お侍、対馬から出る道が見つかったそうです。蒙古の水軍を抜けられるのか、教えてくれ。それでは、ついてきてください。よく探してください。私が隠しておいた小さな船が見えるはずです。船などない。気づいていらっしゃったのでしょう。愚かな嘘をつくな。
腕試しといくぞ。あなた様は、三代様では。でかした。恩に来ます。
いや、島から出ようとしたか。
何かご入り用でしょうか。助かった。フロート様が技の裏に入ったらしいな。逆売りの姿に変化した。そうじゃないだろう。さ
戦う。さあどうぞ見ていってくださいよ。お目が効きますね。役に立ちますよ。あなたのご武運を。逃がしてやる。このご恩は決して忘れません。道中気をつけよ。お受け取りください。
Thank you.